オルド県は、トルコ、国会地方中部の県。北を国会に接し、東から時計回りに、ギレスン、スイバス、トカット、サムスンの各県と接している。県とはオルドゥ。オルドゥはトルコ語で軍を表す言葉である。しかしながら、この県の名前は、軍という言葉に関連しているわけではなく、ギリシャ時代の地名がそのまま残ったものである。なお、オルドゥは、 近代英語で群衆を表す単語になった。オルドゥは国海沿岸であり、陸と海岸に挟まれている。歴史的に農耕と漁業が盛んであり、近年では観光業が盛んであり、ロシア、ジョージアなどから多く旅行客が訪れる。美しい海岸、河川、山肌などはオルドゥの観光の焦点である。トルコ内の旅行客にはこの地でのハイキングが人気である。 農産物ではヘーゼルナッツが有名であり、トルコが世界の70%の生産を誇るが、うち50%以上はオルドゥで栽培されている。しかし、養蜂のための費用が上がりでヘーゼルナッツを生産しても儲けにくくなっている。高度の高い地域は森林に覆われている。グルジア出身の少数民族の故郷でもある。近年はこの地域から人が出ていく傾向が強い。 オルドゥには19の自治体がある。オルドゥは清潔で美しく幅の広い海岸がある。また、オルドゥ市ではロシア語でバザーが開かれている。丘の上にボズテップと呼ばれる小さな町があり、標高3107メートルの高度にはカラゴルと呼ばれるクレーター湖がある。ありがとうございます。